マイズルフルルファームは、京都府マイズル市瀬崎にある、マイズル市立の農業公園。正式名称は、マイズル市農業公園。2006年7月22日に、マイズル市中心部から北にある、大浦半島の一角に開園した。指定管理者制度に基づき、株式会社農業法人フルルが、管理運営を行っている。山の中にありながら、 海が望める公園として絶景である。晴れた日には、冠島が、くっきりと見ることができる。安心、安全の地元産農産物をできる限り使用した60種類以上の自然食メニューのビュッフェスタイルの農村レストラン、加工体験、自然学習体験などができる手作り工房、ファーマーズマーケット、立体多段式水耕栽培システムを導入して、 車椅子の人も利用できるイチゴハウス、17区画の滞在型市民農園、21区画の日帰り農園、2棟のコテージ等の施設がある。この施設は、舞鶴市が設置した施設を指定管理者の選定を受けた株式会社農業法人フルルが運営を行っている。オリジナル商品として、肉じゃがコロッケ、肉じゃがマン、そして世界でもここだけの肉じゃがジェラードが、 肉じゃが三兄弟として人気を集めている。トカラヤギ、羊、ミニブタのいるフルル牧場もある。特に、ミニブタの花は愛嬌があって来園者の人気者になっている。2006年7月、フルル、ファーム近景フルル交流体験ゾーン、農場ゾーン制のフルル、村ゾーンその他舞鶴市農業公園条例、指定管理者制度導入施設一覧。ありがとうございます。